エグザイルの主人公の一人である織田信長は日本で最も有名な歴史上の人物と言っても過言ではないです。さまざまな人間性やエピソードなどを語られていますよね。そこでこの質問です。<noise> エグザイルメンバーで一番織田信長っぽい人は誰でしょうかということで、これはですねぜひ。 お三方一斉にフリップを見せていただきたいと思いますよろしいでしょうか、はい、それではエグザイルメンバーで一番織田信長っぽい人は誰ですかオープンさああきらさんはエグザイルヒロさんですね初期さんがあきらさんです白浜さんが僕もあきらさんと一緒でヒロさんですねはい。はいさあこのようになりましたがこれは なぜそそのようううに書かかれたんででしょうかそうですね織、まあ、田信長って、まあ、いろんなあ言い伝えだったりさまざ、あ、まな、ね、こう性格だったりやり方っていうのはあ,あるんですけども,もう直球にカリスマ性あと男性が惚れるっていうところではもうやっぱりヒロさんしかこの織田信長っていうワードに合う方がいなかったなっていうところではありますね。はい 求力がやっぱありますすもんね。ね。そうです、ねね、はい。さあそして正吉さんはアキラさんいやアキラさんのリーダーシップああそしてまあアキラさんは広瀬さんのことをカリスマと言いましたけどもアキラさんもカリスマ性があると思いますし見てくださいこのスタイルもうどう考えても天下統一するスタイルですよね <laughs> で,もでも今日はカエルの鳴き声を練習しますよ <laughs> 夜。<laughs> そのぐらいちょっとこう、アキラさんはね、こう見てて、それこそね、人を引きつけるというか、そういう魅力だったり、こう、人間力がおありだと思うので、あの、性格とかそういうんじゃなくて、こう、カリスマ性という意味で、明さんですかね。はい。このように、初期さん、おっしゃってますが、明さんいいかか。がでしょうかいや、もう恐縮です、はい。あの、でも嬉しいですね、はい。ありがとうございます。 そし僕もさんは、はい、ヒロさんですね。僕もあきらさんと結構、まあ、意見が近くてです e、ね、エグゼルメンバー LDH の一員を戦国時代に仮にいたとしたらヒロさんはもうそういう織田信長みたいな人っぽいなっていうところからのはいヒロさんを選ばせてもらいました。 ゲームプレイヤーっぽいところの目線もちょっと入ってたりしますか。そうですね。はい、あとはなんか本当になんていうんですかね。まああの人に慕われてでしかもあのともう上,に上に上に上り詰めていくっていうのはすごくあの通ずるものがあるなっていうのははい感じました。はいありがとうございます。でもね、ウザルの皆さんってもうそれぞれカリスマ性ありますからね。ある意味こう皆さんがそうなんじゃないかというくらいで、でも今日はそれぞれに。 エグザイルメンバーで一番織田信長っぽい人ということで挙げていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ますで先ほどはあの織田信長は誰だっていうのがありましたけど、まああえてあのまああのエグザイルのメンバーの中であの最後に天下を取るあの家康にあたる人は誰だと思いますか。それぞれ <laughs> お願いします。家康ですよね。家康に。 天下統一を成し遂げる高宏君。あーあー、確かに。はい。やっぱりあのねキラキラした感じは天下取りますね。確かに高広でしたね。ねうん、はい。三人ともそれで大丈夫ですか。す関口メンディさんではないですね。ではそうです。でも。 1あるかもしれないあるかもしれないですねはい何かを成し遂げる根性はあります根性はありますからね <はい S 2> それぞれに可能性はあるかなと思いますけれども <laughs> <laughs>